吉和真です。今日ね、1本 YouTube 撮ってて、で今から N さんと会社戻るんですけど、久しぶりに鏡抜き打ち、みんな見たいんじゃないかなと思って、今からちょっと降りてくる時に突撃したいと思います。今ね、多分準備してます。来られますかね。いや、大丈夫だと思いますけどね。久しぶりにカバンの中身チェックやりたいと思います。イエーイ。え、大丈夫です。事前に言ってあります。騙したな騙したな。別にいいけど、めっちゃ可愛いから。ぜひちょっと今日持ってるカバンの中身を紹介してほしいです。いいなって思ったんだよね。じゃあやりましょう。こっちやりましょう。やります。お願いします。お願いします。いっぱいあるよ。いっぱい持ってるけど、もうそれが見たいんです。でもね、結構ね、前のカバンの中身より珍重されてるから紹介していこうかな。まずカバンから。これだね、はい、まずこれから紹介しようか。これさ、一足お先に私ゲットさせてもらったんですけれど、最近さ、やっぱレジ袋とかもらえないじゃん。だからね、私結構エコバッグとかをすごい使うんだけど、やっぱり常に気分も変わるから、AW 用にね、このちょっとシックな色欲しいなと思って作ったんだけど、ニューエコバッグです。イエーイ。かわいいでしょ。ギャザーになっててファッションエコバッグなので、しかもこれブロックベイ入れても破れない超強い素材なので、めちゃめちゃおすすめ。あと超軽いし。で、ですねまだはい、しつこい。このマジで毎日持ち歩いてるんやけど、このフルーツ×クラネのコラボのバッグ、私本当にもう毎日スーパー行って超大量に買うから、もうこれは常に入れてる。もうしつこいよな。でもどんだけ持ってんねん。まだまだ出す。どんどん行っていいですか。お願いします。あと、iPad、 YouTube 用の YouTube 用の iPad でしょ。あとハンドタオル。そちらはどちらのですか。これはね、今治タオルのオーガニックコットンのちょっといいタオル使ってるんだ。あと、まあ財布でしょ。あとこのシールは駐車場のボタンをピッて押したら開くっていう印と充電器、これも多分紹介したことある。あと、これね、保湿ミスト、これニューアイテムですね。新しいですね。そう、私常にカバンの中に化粧水とかミストとかを入れときたいんだけど、今はイソップの保湿ミストを使っています。あとこれがね、アスピタっていう消毒液になります。で、これがジョーマスターオーガニックのハンドクリーム。やっぱさ、洗い物とかするとすごい手カサカサになるし、私も洗い物とかしなくても手カサカサな人だから、やっぱね、この時期ハンドクリームは欠かせません。あと、そうだ、これ櫛。これね、うちのスタッフの吉野っていう女子に教えてもらったんだけど、今めっちゃ流行ってるらしくって、あんまり絡まらないし、頭皮も傷つけないし、あと髪の毛静電気とか立たないようにしてくれる櫛らしくって、私これね、もうめっちゃいろんな形でめっちゃいっぱい買ったわ。ちょっと高かったけどこれ多分 Amazon で売ってるやつで、いつも持ち歩いております。で、マスク、予備マスク。このマスクめっちゃ可愛いんだけど、ちょっと後でつける。今つける。今つける。今ぜひ。そう、マスクはいつもね、私ジップロックに入れております。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛くない、このマスク。可愛いですね。これね、プラネの商品で、結構ね、すごい前から作ってたマスクなんだけど、私がね、先につけたいからちょっと先ちょうだいよって言ってもらったやつなんだけどね、顔が小さく見えるようにこだわりすぎて納期が遅れて、やっと発売することになりましたのでちょっとね、こだわりすぎちゃったの。でもやっぱりここにリボンとかつけるとちょっと可愛すぎるから、クラネのやつはループに紐を通すだけでつけれるマスクになってるんだけど、すごいね、色も可愛いし、ファッションマスクで、これ最近私ずっと写真撮るときとか YouTube のときとかも大体このクラネのマスクをつけております。
コーデのワンポイントみたいな感じになりますね。そう、これはね、あの白とベージュが私的にはおすすめです。で、次がダダ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 じゃーん、めっちゃ可愛いでしょこれ。クラネかけるファミュのポーチ。このポーチも基本最近さ、みんなカバンとかちっちゃいし荷物持ち歩きたくない方が結構多いから、もうできるだけ小さいポーチで作ったんだけど、めっちゃ使いやすいんだよね。あの今日はカバンの中身だからさ、さらっとしか紹介しないんだけど、小さいけどこのね、マスカラとかアイブロウペンシルとかが入るの。しかもマチがあるからめっちゃ使いやすくって本当におすすめで、見てこれ、健康ドリンクも私ちゃんと最近持ち歩いてるんだよ。これどこの？それどこのですか？抹茶ヘブン、抹茶ヘブンのやつ。これはあのお湯で溶いて疲れた時とかなんかちょっと寒いなっていう時に飲むんだけど、これもねすごくいい抹茶しか使ってなくって、体にいいし肌にもいいから、ちょっと私最近頑張ってます。でほら、あのここのもちっちゃいやつで、このクラネかけるファミュのリップスリーピングマスクも普通のリップとしても使えるし、結構私はね乾燥してきたら手になじましたり、あと髪の毛のバーム代わりに使ったりとかもするんだけど、なんか結構ねあのいろんなところに塗っちゃうけど、もこれ1本あったらなんか他にさ髪の毛のやつとか持ち歩かなくてもいいから、すごい使ってます。はい、でエコバッグの方がもうこれで終了だから畳んでいく。そうですね、畳んでいきましょう。いいからね、これがさ、めっちゃ楽だよね、簡単だよね、まとめられるのいいですね。こんなにちっちゃくなるし、もうめんどくさいエコバッグとかも本当に嫌い、本当に嫌いっていうか、本当にあの結局畳まなくなっちゃうから、このぐらい簡単なのがいい。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次、この可愛い、めちゃめちゃ可愛いこのバッグ紹介しちゃいます。それもすごくお問い合わせ多かったので。これね、めっちゃお問い合わせ多いんだよね。これ実はあのクラネ×アトリエ&ボワーズっていうブランドのコラボレーションアイテムなんです。で、多分ねこのアトリエ&ボワーズっていうブランド多分知らない方もまだ多いと思うんだけど、フランスのブランドでね、あの世界的ハイブランド、もう絶対みんなが知っているハイブランドの、 あの革小物を手掛けているアトリエがあって、そこのオリジナルブランドになっているので、本当にね綺麗で、あと使いやすいしファッショナブルだし、もうね私はすごいいいなと思ってたんだけど、なんとこのコラボレーションできることになったので、売ってないよ世界で、クラネだけなので。さ、この色もめちゃめちゃ可愛いし、エコバッグは基本的に会社には持っていくんだけど、ちょろっとどっか行くときはもう私本当にもうこれしか持たない。で、これは携帯が入るからさ、あの本当にスポスポで行けるからすごく便利で、私はいつもここに携帯を入れています。スイカとか、まあそういうカードここに入れてもらってもいいし、私はねクレジットカードと免許証をこっちのちっちゃい方に入れてるんだよね。でさ、よいしょ、かわいいでしょ。これ何かわかる？何ですか何ですか？これね、クラネかけるファミの口紅なんだけど、色めっちゃ可愛くない？そんなベージュのケースなんてないですよね。あんまないよね。めちゃめちゃこだわったわ、めちゃめちゃこだわったわこのケース。で、あの今塗ってる口紅もあのこれなんだけど、やっぱファミュってさ、あのオーガニックのアイテムがすごくいいので、口紅だけどあのリップなんだよね。持ち歩くのはこの1本だけですね。色かわいい、色可愛くない？統一感がめっちゃいいです ね、 統一感ね、あの意図してないんだけどすごい偶然の色味が。で、あとまあ小銭がジャラジャラめっちゃリアル入っているのと、あとさ、お財布ももう本当にね正直持ち歩いてないから、エコバッグの中に入ってるけど持ち歩かないから、札とあと免許証とクレジットカードがこの中に入っております。で、あとこの鍵、このキーリングにつけて、もうピピッとカチャカチャって、もうあの家の鍵をここにつけております。いいですね、携帯入って、コイン入って、めちゃめちゃ便利なんだよね、本当に。しかも可愛いし、私はね、ベージュの比率の方が高いんですが、2色買いました。黒とベージュとすごい使うんだよね。あともうこの手軽さにすごい惹かれてしまって、めっちゃ最高だって思って
で2色買いました。メンズでも作ってほしいですよね。え、黒買えばいいじゃん、これの。あ、確かに黒、はい、黒買おうと思ってます。うん、可愛いと思うよ、男の人がこれぶら下げてて、はい、確かに確かに、黒だったら使えそう。そうで、しかもあのこれキーケースは別につけなくていいわって人はこれあの外せるから。そうですね、ホック式になってるんで、そこが、ここがね、あのカチャカチャで自分で好きなものを足せるし、でも3つが私的には可愛いからいいんだけどね。これすごいおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、いきなりカバンの抜き打ちやるよと言われてやりましたが、私のカバンの中身はこんな感じです。結構新しくなってたでしょ。新調されてましたね。てか僕らも見たことないものが。そうですよ実はね、あのちょいちょい変えてるから、やっぱりさ、女子だからね。っていうのと、あの本当にね、なんだろう、この可愛い色味、意図してないけどめっちゃ可愛くない。ヌーディーベージュな感じが今日の服もめっちゃ合ってるし、並べただけでめっちゃ可愛いし、逆に今日やってくれてよかったね。いや、よかった。ちょっと違う時やったら、なんか逆にヒヤヒヤしたもん、なんかあの今日でよかった。今日すごいあのいい感じで紹介できたからよかったので、あのぜひ参考にしてみてください。ということで、今日はこの辺でーす。